おげん金庫金庫つもぎ姉さんでございます。よろしく。さてさて、たくさんいただいているのでご紹介するね。がんばれ元気くんから来ました。先週お店へ採用面接で来ていた女の子に、姉さんはあなたはさ根が下品なのよねと言っていましたが、その子無事お店で採用になったそうですね。磨けば光るダイヤの原石発掘されたんですね。そうなの、まあ私が言ってる根が下品は全然あのけなし言葉でもなんでもなくて、うん、むしろ褒めてたりするからね。あ、なるほどね。あら、あなた根が下品ねちょっとうちで頑張ってみないそういう感じだから。なんだろう、なんか褒められてる気がしないもんだねあ、そう、うん、あ、そんなにけなしてないのよ、根が下品。あ、ほんと、うん、ダメよ、世の中のあの人に押し付けられたステレオタイプで判断した。そうだね、色眼鏡っていうね、そういうの。そうね、こんな色眼鏡なんて捨ててやる、捨ててしまいなさい。そうだ、そうや、あんたは根が下品なの。そうだよ下品、うん、下品、下品ダメじゃない、ダメ、アハハじゃないわ